それではシドリング会見の方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆様お忙しいところ集まりいただき誠にありがとうございます。10月18日水曜日19時開始、シードリング D ハイヤー後楽園ホール大会が迫ってきてまいります。迫ってきてまいりました。はい、はい、本日は全カードを皆さんにお知らせしていきたいと思います。はい、はい、その前に、はい、七重さん、はい、七重さんのある挑戦が決まりましたね。はい、なんと、はい、爆破です。爆破爆破爆破を11月3日にやることになりましてですね、川崎カルツ川崎川崎市体館だったところで初めて爆破のリングの中に入ることになりました。しかも対戦相手が長代千草選手ということで、自分の中で夢の対決といいますか、うん、夢の対決、はい、夢がどんどん叶ってますね。はい、格闘技戦も出ることが、はい、目標と言ってましたしね、はい、ダメに出て、はい、そして8月には、はい、あのザ・グレートサスケ選手マスターとの対戦が叶ったりですね、神のご加護をいただいて、そして爆破に入るという素晴らしい流れができておりますので、10月18日もパッションしていきたいと思います。はい、はい、ということで全カードの方を、はいはい、発表お願いいたします。いただきます。はい、第1試合シングルマッチ15分一本勝負、松本ひろよ vs トトロさつき、トトロ選手シードリング初登場となります。第2試合ハイスピード 3A マッチ20分一本勝負、長島千佳代 vs 桃の美代 vs アスカ、長島選手シードリング初登場となります。第3試合タックマッチ30分一本勝負、高橋七重&豊田真奈美 vs よしこ&藤本司、豊田選手現役最後のシードリング参戦となります。第4試合シングルマッチ20分一本勝負、中島ありさ vs ロサネグラ、ロサ選手シードリング初登場となります。第5試合6人タッグマッチ30分一本勝負、よしこ&山下里奈&小林加穂 vs サリー&水波亮&赤井咲、赤井選手シードリング初登場となります。ということで以上全5試合発表させていただきました。で本日第3試合から出場選手来ていただいておりますので、コメントの方よろしくお願いいたします。第3試合タックマッチ30分一本勝負、高橋七重&豊田真奈美 vs よしこ&藤本司というカードになっております。本日欠席の豊田選手よりコメントが届いておりますので読み上げさせていただきます。現役最後のシードリング参戦となるので、このメンバーを選ばせていただきました。このメンバーはこれからの女子プロレスを引っ張っていく存在だと思っています。みんな私にぶつけてこい、意地でも負けないからな。以上です。はい、それでは選手コメントの方お願いします。七井さんから。はい、はい、豊田選手がついに、現役最後のシードリング参戦ということでですね、非常に寂しい気持ちとか、そしてまたここで豊田選手を安心させるぞという気持ちとかあるんですけど、最後ということで豊田選手に、選手決めてください、選んでくださいと言った時に、よしこがその日2試合ということになるんですけど、豊田選手のイズムを体で感じるにはやっぱ対戦してもらいたいと思って、こういう形になったんですけど、藤本司に関しては9月18日新宿でシングルで、私の中で、勝って蹴りがついたと思ったんですけど、その試合直後からまだ終わらないぞというふうにも言われましたし、私の隣に豊田さんがいる中で、藤本司、よしこっていう2人と対戦するのは、どうなるかわからないんですけど、一つ言えることは、もう死を持ってくるなよ。それは振りですか？振りじゃない、振りじゃない。死を持ってこないように、
しろよ。振ってます、振ってます、振ってるね。振ってない。私もうそういうのは一切もういらない。もう純粋な純粋な戦いを、純粋な女子プロレスを、お見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。よしこ選手お願いします。はい、シードリングのよしこです。今回このカードにトータさん自ら、自分をメンバーに入れていただいて、もうすごい光栄に思ってますし、すごい嬉しいです。まあ、トヨタさんの隣に高橋奈々江がいるということで、もうこれは全場を肌で感じられる、もう自分にとっては本当にすごい嬉しいことなので、もうこの試合目いっぱいもうぶつからせてもらいたいと思います。で、まあ、藤本と組むんですけれども、まあ、タッグにしてはやっぱ不安もあるし、まあ、この間の3番勝負本当つまんない試合ばっかりしてて、もう本当にやめてほしかったぐらい、なんかもうやめちまえばいいのにと思う。あのベストフレンズと、あれ超つまんなかったですよね。どうですか。すごい、まあ、一番言ってくれるよね。いや本当つまんなかったんですよ。ありがとう。そうつまんなかったんですけども、自分がこのカードにいるので、まあ、つまんなくなることはないでしょ。自分がしっかり引っ張っていってやります。もしかしたら、もしかしたらですけど、自分と藤本のタッグがバチッといってベストフレンズになんかになっちゃったりしてするかもしれないですよ。そっち、あまあその時はその時で、自分もちゃんとあの歌の練習はしとくんでお任せください。友達いないの。友達欲しいの。でも私友達いない人と仲良くなるの得意なので、まあよしちゃんそこは大丈夫です。よしちゃんとかいうの気持ち悪いな。はい、いいですか、私のコメントで。はい、そうですね、まずこの試合は本当に私のための試合だなと思って、他団体なのにこうやって組んでくださって本当にありがとうございます。これは七重には本当感謝してます。七重じゃねえよ。七重ありがとう。それでですね、タッグパートナー最初は、まあ、アリサ以外だって、アリサじゃないんだったらもう正直誰でもいいなと思ってて、まあ、よしこっていう風になった時に、まあ、自団体なのに、輝けないっていう屈辱を味わわせてやろうかなっていう風に思ってたんですけど、まあ、2試合やったから良かったねっていう感じですね。で、見た目を見るとやっぱりファイトスタイルも、あと、まあ、顔も真逆の2人なので、まあ、磁石のように意外とこうふっとあって連携などもできるんじゃないかなと、ちょっと今のよしちゃんのコメントを聞いて、思いましたので、すごく楽しみです。で、七重に関しては前回シングルマッチをして、一番私が屈辱的な悔しい負け方をしました。それはトヨタさん、弟子じゃなくて、師匠であるトヨタさんの、技クイーンビーボムですね。それで私が負けてしまったのですごく悔しいなと思ったんですけれども、それよりももっと悔しい負け方っていうのがあるなと思って、それはトヨタさんの目の前で高橋七重が負けることだと思うんです。なのでそれを今回私がこのシードリングっていう後楽園のリング、この舞台で一番大きな舞台で私が七重に勝って、トヨタさんの目の前で勝つところをお見せしたいなと思ってます。以上です。あの言っとくけど、この間付き合ってあげただけであんなもんじゃないか。次は、はい、そんなこと言ってんのがおかしくなるぐらい現実を思い知らせる。はい、そのままそっくり返します。顔の正反対っていうことですか。あ、どういうことですか。どういうこと。いや、もうそのまま分かりません。いや写真撮っていただければ分かると思う。あ、これ宣材写真とかに使う系ですか。ベストフレンズですよ。もう中島とは縁を切って藤本司さよしこベストフレンズ。友達欲しいね。ベストフレンズって名前やめましょう。あ、なんかちょっと意外です。ほら好きだったんだ私のこと。いや好きとかじゃなくて友達欲しいの。うるせえよ。友達か、いいよ。勝って友達にならん。勝ったら楽しいですけどね。藤本さん、リング上は2人のタックルはしっくりいくと考えてますか、はい、どうですかその辺。あ、ここってことですよね。そうですね、あの同じファイトスタイル
だと同じことをして、せーのとこと同じことをしてっていうイメージなんですけど、例えば私がよしこを土台にして何かするとか、そういう連携ができるんじゃないかなっていうのが頭の中にあります。七重さんはトヨタさんと組んで何を見せたいですか。何を見せたいっていうよりかは、なんかにじみ出るものが絶対あるなっていう、うん、それはなぜかといえば全日本女子プロレスっていうふるさとがあって今があるトヨタさんにしても私にしても、なのでその血っていうのはどうしてもこう隣に立つとか体格に立つとか、やっぱリングで肌合わせると必ず感じるものがあったので、まあ、シードリング最後の参戦なので、なんかそれがもっと色濃く出るんじゃないかなっていうふうに思います。他に何か。よしこ選手、他のお二人に比べるとトヨタ選手との接点はそんなに多くはないと思うんですけれども、よしこ選手から見てこのトヨタ選手の、すごいなって思うところとか、何か思い出に残るエピソードなど。そうですね、オズ の, 横浜、どこでしたっけ、大桟橋、そう大桟橋の時に当たったんですけど、その試合が終わった後に頑張るよって抱き合ったんです。何ですか、よかったです。いやそれがすごい素晴らしい。そう、はい、トヨタさんは自分に未来を託したんだなって勝手に解釈してるので、もうこの試合でこのメンバーに選ばれたのもそうだと思うし、まあ自分が女子プロレス界にいるから安心して引退してくださいっていうのを自分はこの試合で伝えたいですね。間接的にね、遺伝子はこうつながってるんだよね。そうです。前女はすごいですから、マジでほんとすごいですよね、前女って。歴史教えてやるよ、リング上で。まあ今もすごいですけどね。まあシードリングはすごいですよ。友達欲しいの。うっせえよ。なってあげようか。いい。はい、コメントもお願いします。はい、まあ、今までプロレスをやってきて外国人選手との対戦っていうのは本当にまあ自分でもあまり経験もなくて避けてきた道でもあったので、前回のハイスピード挑戦に引き続き挑戦が続くなという感じです。あとはまあ最近はタッグで試合をすることが多かったので、久々のシングルっていうところでも楽しみですし、あとは相手についてちょっと調べさせていただいたんですが、夏木コーチが作り上げたハイスピードのベルトを巻いたこともある選手ということで、相手に不足はないかなと思うので、すごく楽しみにしています。ロサネグラ選手の、はい、情報少し入っているんですけども、はい、マーベラス USA 所属ということでして、うん、日本に今久々に来日しまして、マーベラスからの資格です。はい、はい、プロレスキャリア16年ぐらいあるそうで、かなりの実力者という情報がありますが、はい、あでも自分も調べたんですけど体格的にも変わんないですし、まあ、でも私の中でやっぱり女子プロレスっていうのは日本が一番だと思ってるので、うん、きっちり勝ちたいと思います。はい、でもあんまり外国の選手と試合をしたことがな い, いう、はい、そうですね、シングルに関しては日本でやるの初めてだと思います。はい、苦手なんですか。いや苦手じゃないです、私の辞書に苦手とかない、苦手ではないです。なんかでもアメリカに行ったりとかは、はい、一度ありましたね。はい、ありますけど、はい、どうでしたか。そうですね、英語喋れるんですか。
いや英語苦手なんですか。いや苦手はない、苦手とかじゃないですけど、まあでも前回のその遠征に関してはもう本当に何ですかね、国民性の違いというのをすごく感じて、なんかうるさいなって感じだったんですけど、まあでも今回日本なんで、私の国に来るからには向こうが日本語を喋る時だと思うし、別に私が英語喋れるかどうかっていうのは問題じゃない。よしこからコメントの方お願いします。はい、まあ2試合ということで3試合目とメインに出場するんですけど、まあこのメンバーと試合内容というか内容を聞いて、あ、自分は楽勝だなと思いました。まあ、相手に水波がいるんですけども、まあ、先日自分はタックで負けてるので、まあ水波とももっとやり合いたいし、まあ赤井に関してはよくこの面で自分の前に立ったもんだなって思ってます。でまあサリーは対談するんですけど、まあ自分は対談の理由分かってるんで、あれでしょ、あの事務所にあった冷蔵庫の中にピルクル入ってたんですけど、それにサリーの名前が書いてあったやつを自分が全部飲み干したから対談する。まあそうだと思いますけど、自分はいくらでもピルクルサリーの実家に返してあげたいと思います。そこはもう、まあ、対談するんで、対談するやつのことをつべこべ言う必要はないと思うんで、まあ、試合で自分は見せていきたいと思います。山下里奈選手、コメントお願いします。はい、大阪女子プロレスの山下里奈です。シードリング久々の参戦です。どうやってんの、ですね、対戦する3人の水波さん、サリー、赤井咲選手、ですね、実は、今一番対戦したいと思ってた3人ですね。かっこよくて強い水波さん、とどめを刺さなければなと思っているサリー、そしてですね、赤井咲選手初対戦です。実は同期でして、はい、やっぱり活躍もデビュー当時から今日までたくさん見てきてますし、まあ、試合どうなるのかなとすごい楽しみにしてます。何かいいものを残して今後にまた続きができたらなと思っております。まあ、タッグチームはいつも組んでる最近あのカホちゃんいますし、まあ、よしこは、まあ、そろそろ一緒に組んであげてもいいかなとどっからですよね思ってたので、はい、まあ、こっちが、ね、まあ、どうしてもっていうんだったら協力してあげてもいいかなと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。小林加穂選手お願いします。はい、なんか、まあ、この2人が組むってことで結構、まあ、お客さんもね、ちょっと心配してるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあこのチームの指揮は私が取りますんで、ふざけんなよ、まあ、皆さん安心してカオちゃん頑張ろう、カオちゃん頑張ろうね、ね、頑張ろうね、こっちはこっちで暴走する、ね、お前ちゃんと頑張れ、お前も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 頑張れ、まあ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 ね、なんだよ、まあまあ個人的なあの意見としては、あのハイスピードじゃなくてシードリングさんに参戦させてもらうのが実は初めてなの でこのカードも聞いた時からすごいワクワクしてて、今もう楽しみでしょうがないので、まあ、私は、まあ、私では楽しくこの試合をできたらいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。次サリーお願いします。まああのこの3人ガキみたいにガチャ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 うるさいなって今思ったんですけど、目もガキだろうが、目が一番ガキだよ。はい、でもまあ、実力のある3人だとは思うので、まあ、同世代として、まあ、戦えるってことはすごく嬉しいです。まあ、よしこがあの2試合やるって今日知ったんですけど、舐めてんのっていう、舐めてねえ、舐めんじゃねえぞっていう感じですね。以上です。舐めてねえ、おめえのピルクルしか飲んでねえ。はピルクルなんて買ってやるよ。買ってやるよ。は返せよ。じゃあ返してやるよ。今すぐ返せ。せやガキみたいなこと言ってんじゃねえ。お前だよ。おめえだよ。そんなの会見で言うんじゃねえ。
お前の対談日を言ってやったんだろ。なんでお前に LINE しなきゃいけない。 LINE なんか知らねえよ。まあ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 、前なんかもブロックした。おめえなんて非表示だ。いいよ、なんでもいいよ。水波涼さん、はい、ちょっとすみません、深呼吸させていただきますね。はい、プロレスリングウェーブの水波涼です、爽やかな秋晴れが続く今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで今回のね、シードリングのカードもすっげえ刺激的なカードに自分は入りました。まあ対戦相手の3人はね、今ね勢いがあってすごく上り上司というかとてもいい選手だと思いますが、まあ対戦するからには順々にそのやってきたこと、今自信がついてきたことっていうものをね、へしょっていきたいなと思っていっております。そして、今回初めて赤井咲選手とは組むんですが、まあ同じリングに立つということ自体も初めてで、どんな感じなんだろうっていうか、あんまり想像もできないし、本当にお会いする機会もなかった選手なんで、そういった部分でも組む側ですが、そういうことのワクワク感というか、そういった部分の刺激っていうものもとても楽しみにしております。そしてサリー、この間の新宿フェイスでも自分はマイクで言いました、今回対談してシードリングのサリーはこれで最後かもしれないけど、この先、そしてその先の先の先のサリーというものは絶対あるはずだし、今燃えないでいつ燃えるんだっていうぐらいの試合をこの6人タッグで見せつけて、これからのサリーというものの爆心力になる試合をしていこうじゃないか。はい、なんかそんな感じだ。以上。かっこいい。長い。かっこいい。うん、赤井選手お願いします。はい、DDT プロレスから来ました赤井咲です。今回シードリングさんに初めて、呼んでいただいて光栄に思っております。自分はプロレスは強く美しくをモットーにやっているんですけども、このシードリングさんでもガンガン華やかさを出していきたいと思っております。で、自分が今日パッと見て思ったのは、私が思っている会見と皆さんが思っている会見ってちょっと違うのかなと思いました。でプロレスの会見って、私たち試合やるから来てくださいって全世界に発信するのに、対戦相手を見てもすごいカジュアルでふさわしくないっていうか、は、女性らしさをもう放棄しちゃったのかなと思いました。でもすごい動きやすくてカジュアルでいいと思います。あれがそんなできてるからじゃない、時間じゃない。あと吉子選手がさっきおっしゃったのが、よく私みたいな顔してリング上がってきたなって、シードリング来たなって言ったんですけど、シードリングさんって美人は出れないんですか。ちょっと初めて聞いたことだったのでびっくりしちゃいました。でせっかく私ちゃんと、これがまあ大した格じゃないですけど、一応清掃で来たんですよね。まあ、自分の常識と皆さんの常識が、あ、大丈夫ですか。はい、邪魔なんだけど本当に見えないから。そうそうそう、あ、絶対見えるから。見えないからでかいから。ちょっと待って、でかいから、はい、で、あ、すいませんですね、まあ一致団結して私たちのチームは美しさ、華やかさ、そしてね、女性らしさをガンガン出してか、私が見えない、2人です。女性らしさを出して無理あんだろう、ね、頑張ります。よしこも女子力あるの、ね、いやちょっと本当に待って、邪魔なんだけど、本当そこにいることが、お前本当邪魔だから、お前、いやいや見えてたわけよ、ちょっと邪魔邪魔、あのね何、うん、必要ないから女子力とか今。いやだって女子プロレス、何この服、いやいいでしょ、もうミートソースこぼしたら終わりだよこれ。こぼさへんから。いやもう本当に邪魔なの、もう存在が邪魔。対戦チームのね、さっきのコメントも見てたんですけど、バラバラなように見えるんですけど、あのこのキューティクルが死んでる感じはまとまってるなとは思いました。なんか言ってやるよ、言ってやるよ、
いやいや、キューティクルあるし。ないよ。なんなら試合でそのキューティクルをぶっ殺しちゃう。いや、もうすでに死んでるからさ、もう。え？は？変なこと言いました。いや、合ってると思います。いい？いやいやいや。どう落ち着くんだよ。いや、大体うちの方がまず女子力とかあるから。うち会見とかわざと抑えてきてるから。え？普段もっとあるからこういうの。え、それがわからないですね。ちょっと多分表現力。いや、おっぱいだとお前よりあるし。それはある。あるでしょ。ある。いやいや、否めないよね。何よお前それ、まな板？え、どこまではおっぱい？わけわかんないわ。全然自分の方があるんで。いや、私は貧乳じゃなくて微乳なんで、その辺はちょっと。あ、それ貧乳の言い訳ですよ、ただの。はい、大丈夫です。まあ自分がこんな薄いデグドボをリング上でぺちゃんこにしてやりますよ。覚えときよ。質問ございましたらお願いします。皆さんにお伺いしたいんですけど、対戦相手でも自分が組む相手でも誰でもいいんですけど、一番意識している選手で、この選手には負けたくない選手がいたら教えてください。じゃあよしこから。いや、もう一番とかないですよ。みんな組むやつも戦うやつも、まあ、特に本当赤井とかもう何しに来てんだよって感じだし、まあそんだけ女子力見せつけてくるんだったら自分だって出していきますよ。楽しみにしてください。山下選手は。そうですね、まあ、今の会見で完全にね、まあ、まあ録音した感じはありますよ。いや、悪いけど一枚ものだから、はい、うるせえ。録音しましたね。まあただ、うん、やっぱりそれだけじゃないです。やっぱり他も、はい、しっかりぶつかり合い、負けたくない意地の張り合いを見せてきたらなと思ってます。はい、小林選手。はい、自分は、まあ、初対戦の赤井さんだったんですけど、譲ります。で、自分は自分でこの中でちょっと自分が一番没個性だなとちょっと今思ったので、私は私で自分の没個性な個性を出していくっていうのをこう一番に考えて頑張りたいと思います。一番とか、まあ、ないんですけど、よしこがとにかく舐めてるなっていう感じですね。気持ち悪い。お前の胸なんて想像したくもないから。想像するんじゃねえよお前。気持ち悪い。想像しようとしろ。お前の方が気持ち悪いわ。自分はもうこの世代ごとぶっ飛ばしやりてえなって思ってます。以上です。赤井選手。自分は美しいもの以外は興味ないんで誰もいないです。